卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。伺っていきたいんやけど、まずバスガイド事件。はい、可愛すぎて目立ちすぎて、先輩になんかバスの裏に呼び出されて、目立ってんじゃねえよみたいな。就活事件。これはもう世の中すべて顔だとすごく思っていた時期があって、バスガイドの試験を最初に受けたんですよね、うん、そしたら可愛いだけじゃダメだったっていう、受からなかったです。何やそれ全部自慢話に聞こえたこのシンデレラは本当に不幸になってほしいよね。狙ってるでやつ。はい、ということで今日もシンディさんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回ね、シンディさんは前にやってたアルバイトの時にどれだけモテたかという話を、ね、自慢していただいたんですけど、ね、ありがとうございます。本人的にはそれが辛いことだったみたいなことを言ってらっしゃったけども、私たちからするとちょっとまだまだ羨ましいというか、ちょっと嫉妬しちゃうかも、うん、そこまでされたいな。そうやんな。でも今回はもっとちゃんと不幸なお話を。ありますよ、こっちがさ不幸の話喜んでる人たちだし待ってる。でもなんかあるよね、周りからは飽き性とか何事も続かないって言われるんですって。経歴をざっと喋ったりすると、それって悪く捉えたら飽き性だよねって言われることがあるんですけど、でも今ちょっとここ見てるけども、多分やっぱ飽き性ではある感じがしてて、経歴がね、サイゼリア1週間、ハワイアンカフェ1年、ブロンコビリー2年半、セブンイレブン1年、バスガイド、歯科助手、キャバクラ、バーレスク。まあだから今日はなんでそんなに早く仕事辞めるんかっていうことを聞いていくってことなのかな、うん、ちなみにサイゼリア1週間を辞めたのはカフェにスカウトされたから辞めたんですけど、バスガイドも1年間、歯科助手も1年間と1ヶ月ぐらいかな、とキャバクラが1年半で、バーレスク東京っていう六本木にあるショークラブも1年半なんですけど、あんまり2年間ぐらい物事が続かないんですよね。それの理由がちょっと不幸な事件が関わってくるんですけど、私実は18歳の頃の高校3年生の時に体から30センチ腫瘍が見つかって。30センチってあんた、それやで30センチ。子供と同じぐらいの大きさで、3キロの摘出手術を。3キロどこにあったんそんな。卵巣なんですよ、右側の卵巣が30センチ知らない間に大きくなってっちゃってて、じゃあもうお腹とか出てた。お腹が、それが病気ですって言われた瞬間から不思議なことに出てきたんですよ。それまでは自分は痩せてるって思いたいから、やっぱちょっとお腹引っ込めたり普段からするじゃないですかっていうので意識的に隠してたんですけど、気づいたきっかけがちょっと汚い話をすると尿漏れ。これ手叩いて大きく笑ったりとか、体育の授業で力んだりすると尿漏れすることが多々あって、その理由が腫瘍が30センチで膀胱が圧迫されちゃってたから、溜めることができなくて押されて出てたみたいな。いきなりほんまに不幸な話や。そうなんですよ、これめっちゃ大変で、私死にかけたんですよ。この時に ICU にも入っていて、一回本当に生死をさまよったんで、この時に天井を見ながら、点滴刺されながら、人生たった一回きりでやりたいことまだまだたくさんあったのに、なんで私こんな早く死ななきゃいけないんだろうってその時に思って、だからもし長く生きれたら次はやりたいことをやりたいと思った時にやろうっていうのを決意して、だからちょっと経歴が飽きたらすぐ次にやりたいことが見つかったら次に行ってるんですよね。そのさ、病院に行ったら検査しましょうってなったの。それが最初尿漏れでは病院に行かなくって、おばあちゃんが看護師だったんですよね、に相談したんですよ。ちょっとなんか尿漏れするの気になるんだけど、なんでだろうって言ったら、高校3年生で性行為とかがやっぱ活発になる時期じゃないですか、おばあちゃんにあんたやりすぎなんじゃないのみたいな。おばあちゃんすげえな。おばあちゃんにそう言われたんですよ。でも看護師のおばあちゃんに言われたら、あ、私ちょっとやりすぎなのかもしれないなって。ちなみにやりすぎてた。やりすぎてはないんですよ、当時付き合ってた彼氏としてただけで、やりすぎてはなかったんですけど、これがやりすぎなんだみたいな感じだった。というかやるとこういう現象になるんだみたいな感覚、まあ、知らんもんね、まだね。だけどそれで、まあ、言われたから放置そのまましてたら、ある時40度ぐらいの高熱が出て便秘になって、でお姉ちゃんが体のマッサージしてくれたんですよね、出ないって言ってたから。そしたら触ってたら右側のお腹のところにしこりがあるよっていうのが見つかって、地方で病院行こうかって言って病院に行ってレントゲンを取ったら、だいたいなんか血液検査とかして結果出るまでに1時間ぐらいかかるじゃないですか。なんですけどすごい勢いで看護師さんが今すぐ来てくださいって言われて、レントゲンだけでバッと入ったら、お母さんに対して先生がどうしてもっと早く気づいてあげなかったんですか、手遅れですよって言われて、泣き始めて全然理解できなかった。
もう全然気づかなかったんです。気づかなかったです。その体の痛みとかもないの？ない。普通はなんか生理痛が重いとか不正出血が続くとかあるみたいなんですけど、生理痛もなかった体質だったし、たくさん食べてたんでただ単に太ってるだけだと思ったんですよね。だし、あとはなんかちょっと体重が見た目と比例してなくって謎に重すぎてて、そこが変だなって思ってたぐらいでした。それ持っておくれですって言われたってことは何、余命何年とか言われた？余命とか言われなかったんですけど、うちの病院では手に負えません、他の病院を探してくださいって言われて、紹介しますみたいな感じで、あ、そうです、紹介状を3通ぐらい書いていただいて3箇所ぐらい行って、もう手術することが前提だったので、自分が入院するにあたって嫌な気持ちにならなそうなところを親と一緒に探しました。チャンネル登録してね。30センチって大きすぎるんですよ、だって腫瘍って8センチぐらいからもう手術対象、そうそうそう、なんでそんなん知ってんの？私6センチ、ね、ある、あるの？でも全然大きくはなってないから、うちのマネージャーも腫瘍あるの？そう、みんないい、このくらいのね、マネージャーは骨に、骨に、そう、でもなんか良性やけど、親とかでもすごい悲しんだんじゃない？親がでも泣いてたのを見たのはその時だけだったんですよね。だから私も泣いたのはその時だけで、結構うちの家族全員強がる性格があって、だからお互いの前ではあんまり涙を見せないみたいな状態が続いてました。ね、そもそもどういう病気なの、その卵巣腫瘍？これは原因不明なんですよね。突如、まあ、卵巣の中に腫瘍ができてしまって、それがどんどん検査しないで肥大化していって、まあ、大きさによりけり手術をするっていうものなんですけど、私は卵巣腫瘍の肥用脳腫っていうタイプの病気になってて、これがまためちゃくちゃびっくりなんですけど、腫瘍の中から髪の毛とか骨とか歯とかが出てきたんですよ。なんで？怖い。怖いですよね。子供ができとったのかな。そう、子供を作ってるのと勘違いして、卵巣の中で勝手に骨とか髪の毛が形成されてできてたんですよ。だからそんなことあるんや。簡単に言うと、よく例えるのがブラックジャックのキノコがそういう風に生まれてるじゃないですか。あ、そういうストーリーやったね。原因が不明なんですよね。だから本当に定期検診に行った方がいいっていうのを今女性に促進運動みたいのをしていて、SNS で呼びかけたりとか。そして手術はどうしたの？手術は緊急で検査でレントゲンで病気って分かってから、いや学校もあったから急いで途中で休業を出して、2週間後かなに手術が決まって手術したんですけど、卵巣2個あるんですけど、若かったし転移したら子供が産めなくなるっていうリスクとかもあったので、残す方向で手術してくれたんですよね。そしたらその手術箇所から血が出てきちゃって、でそこの血のところに細菌が集まってきて、細菌感染を起こしていろんなところの体、例えば喉子とかが潰れたりとか、細菌で高熱が出たりとか、原因不明な熱とかにうなされたりして、そこで ICU に入ったんですよね。だから1回目の手術は成功したと思われたけども、 そこからバイ菌が入ってきて、うん、結構あるのかな、なんかそういうのって。いや、ないのかな、聞いてなくて。しかも普通だったらそういう ICU に入る時のお金とか、最初は大部屋だったんですけど途中から個室に移されたんですよね。そういうのって個室料金がかかるんですけど、それが全て病院負担になったんですよ。失敗みたいな扱いになったんやね。失敗されたのかなって思っちゃって、めちゃくちゃ怖かったのと、通常だったら1週間で退院できるって言われてたんですけど、退院するまでに1ヶ月かかって、何があったかちょっとわからないんです。ちなみにさ、癌と腫瘍って違うのかな？癌と腫瘍は一緒なんですけど、腫瘍が悪性だった場合が癌なのかな。転移しまくるとか、そうそう、他のところにいっぱいできていってしまうのが癌。そうです。だから私の場合は良性だったから残せる方向だったんですけど、それも、良性か悪性かを判断するしかなくって、もう最初から悪性っぽいってなったら摘出なんですけど、陽性だと思いますっていう場合は手術して出したものを病理検査みたいのに出して、そこで良性だったらそのままで大丈夫、もし悪性の可能性がありそうなのがあれば再度手術。なるほど、ね、みたいな流れみたいです。なんか陽性も悪性に変えることもあるらしい、うん、その後に手術して、うん、でまあそれ乗り越えて、うん、どうなったってことは元気になったんですけど、実は去年の5月に再発してたものを再手術、2回目の手術もしてます。もう1回同じ場所で取らなかったから、またさらにじわ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 大きくなっていって、本当は結婚する相手がいれば結婚して妊娠するタイミングで子供を産む前に片っぽで摘出して子作りしたかったんですけど、性格の問題上ちょっと相手がいなかった。でもお子さんは作れるんだよね。作れます。よかったよかった。結局それを残してくれたから片方で、ね、そうです。だから機能的には問題ないんですけど、そういう面でも男性からは勘違いされやすいのが、今後恋愛していく上にあたってちょっと課題というか難しいところ。相手が理解ちゃんとしてくれる人じゃないと選べないというか、
うん、ICU 入った時どんな気持ちやった？ ICU 入った時も実はもう過呼吸とかで意識不明の状態だったから、ここが ICU ってことに分かるまでも時間がかかって、テレビで見てた世界が見えてるんで、なんかすごい違和感と、本当に私もう死ぬんだな、18歳なのにっていう気持ちが。なんかあの三途の川とか見たりしたの？臨死体験的な。おじいちゃんが出てきました。おじいちゃんは生きてる今？おじいちゃんも実はちょっとあの病気で亡くなってて、最初脳かなんか破裂したかなんかで半身不随になって、で本当は車椅子がないと歩けないって言われてたんですけど、おじいちゃん実は市議会議員やってて、学生とか若い男の子とかに野球を教えてたり、人前に立つ仕事してるのに自分が歩けないのはすごい嫌だって言って、リハビリを一生懸命頑張って歩けるとこまで行ったんですよ。その時になんか死んでも仕方なかった病気なのになんで生きてるかっていう話をしてた時があって、その理由がまだ俺のことを必要としてる人が世の中にたくさんいるから俺は生かされてるんだって言ってたんですよね。その言葉がその時出てきました。おじいちゃんはどうやって出てきたの？おじいちゃんの背中をよく小学生の時の私が洗ってたんですけど、その光景が出てきましたね。言われてみれば洗ってあげてる感じ。そう、洗ってあげてて、そのおじいちゃんの言葉がフラッシュバックして、でもその時はなんで自分が病気になって死にかけたのに生かされてるのかっていう理由は分からなくて、ただ単にやりたいことをじゃあとにかくやってみようって気持ちにしかならなかったんですけど、去年再発した時に、昔知名度がなかったけど今こうやってファンの人とかがいたりとか、知名度が前よりついた段階で再発したってことは、なんか世の中の人に役立てなさいっていう意味があるんじゃないかなって捉えるようにして、そこから病気のこともずっと隠してたんですけど、 SNS で公に発表して、今はちょっと検診運動促進とか、同じ病気で悩んでる女性のなんか相談乗ったりとか、女性誌で執筆したりとかもしてます。おじいちゃんが伝えたんかね、まだ死ぬなよみたいな、できることがあるんだよこの世に、大丈夫だよみたいな、かもしれないです。結構おじいちゃん子だったので、今思ったら守られたのかもしれないなって、そんな気がするわ。乗り越えられない壁を神様は与えないみたいなこと言うから、もともと乗り越える素質があったんやろうね。試されてたのかなとも思いますね。だからまあ許したるわ。本当に前半はすげえうざいやつって思ったから、後半聞いたら意外とちゃんとしてて、うざいやつも実はいろいろ抱えてたりね、生きる上であるから、やっぱ人って単純に嫌ったらあかんな。そう、見た目がわからないこと多々ありますよね。いろいろあるからな。なんかまあ頑張ってください、素敵なお話で。定期検診、少なくともさ、健康診断1年に1回はちゃんと受けるとかね、行ってほしいのと、あとは女性の場合、市から無料の検診の紙が届くんです。子宮頸がんの内診しましょうみたいなものが届くんですけど、それを無視する人が多いんですよね。無料で行けるものを無視する人がすごく多いのが今問題にもなっていて、守れる命を自分から捨ててるじゃないですか。そこがもったいないなって思うので、女性の皆さんはそういうところをちょっともうちょっと自分のことに置き換えて考えてくれるようになったらいいなって思ってます。結構私の友達も生理痛が重いだけで終わらせてる人がいて、通常はね、本当は生理痛とかない方がいいのに、ちょっと一昔はさ、子宮頸がんってなんか痛かったみたいな感じのイメージやから、変わってきてるみたいだけど、今はなんかちょちょんってやるだけで分かるとかって言うけど、昔はなんかあの壁をちょっとなんかちぎるじゃないけど、それで痛いからちょっと行きたくないなっていう人結構多かった。意識改革がすごいやっぱ大事だなと思ってて、てかなんかもっと人間ドック安くしてほしいわ。10万ぐらいかかるよ。高すぎる人間ドック。お尻の穴にカメラ入れるやつとか高すぎない？あれびっくりする。みんなのアルバイト全編を通して思ったことが、ちょっとめぐみさんに似てるかなと思った。めぐみさん誰ですか？めぐみさん、めぐみって知ってる？グラビアの。あ、はいはい。のなんか若かりし頃を思い出しました。気の強さとかも込みで。本当ですか？うん。だからグラビアとかもやったらいいんじゃないですか？昔やってた時あった。やってたんか。プレイボーイさん。何でもやってた。何でもほんまに。やってみたいと思ったことは全部やるようにはしてます。なんか今やってみたいと思ってることある？今やってみたいことは声を使った仕事をやってみたいなと思ったりとか、女性誌とコラボして傷口をコンプレックスに思ってる女性がすごく多いんで、逆にそれを傷口は勲章って言ってるんですよね。なんで傷口を隠さないグラビア下着とかの姿でいいやん。機械やと流行ってるな。そういうのをやりたいなと思ってます。でも自信になるっていうかな。その傷口をうまいことさ、タトゥーと組み合わせてさ、かっこよくするとかね、いろいろあるからね。なんか新しいものをいろいろやってみたいんやな。そうですね。なんか傷口は勲章っていうタイトルで今ブログとかも書いてるんですけど。もうやってるやん。なんですけど、もう何でもやってるやん。ちょっと違う方向で、もっと分かりやすく自分を知ってる人じゃないところにも届く活動をしていきたいですね。めちゃくちゃなんか私より年下のにしっかりしてた。そう、しっかりしてるよな。なんか全然薄っぺらいと思
ったらめちゃくちゃ いや絶対薄っぺらいと思ったのこの事件のシリーズ前回の動画で何々事件がめっちゃ薄っぺらかったから私可愛いですだけで終わるのかな今日は何だとあやつ来たって思っとったのよめちゃくちゃしっかりしてんじゃんありがとうございますめちゃくちゃ褒め言葉だからさ悪い子で生きれないねうっかりいいとこが出ちゃうんだけど実はいいやつみたいな感じですかねあそんなことないもうええわもうええわ終わり終わりこの動画終わりありがとうございます